皆さんこんにちは、コーヒージャーナリスト岩崎泰三です。さまざまなコーヒーについてこれまでご紹介してきましたが、今日はパナマコーヒーの魅力についてということで、前駐日パナマ大使リッテル・ディアスさんのところにですね、今日はお邪魔しております。どうぞよろしくお願いします。皆さん前回の動画をご覧いただけましたでしょうか。もうすでに上がってますから、ぜひ概要欄からチェックしていただきたいですし、これからですね、さらに、パナマコーヒーの魅力について、芸者コーヒーについて、さまざまなテーマでコーヒーの動画を作っていきますから、お済みでない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方もね、ぜひお忘れなくよろしくお願いいたします。前回の動画の時に、私はもう大使って呼んじゃってたんですけど、ついにね、リッテルって呼んでいいってお許しいただいたんで、今日はね、よろしくリッテル、友達だからということでお送りしたいと思います。今日の動画ではサンタマリア農園というね、これまで私の YouTube チャンネルでもたびたびご紹介してきまして、焙煎動画もすでに上がっておりますね。もうご覧いただいた方も多いと思いますが、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてください。サンタマリア農園の芸者ナチュラル、めちゃくちゃいいコーヒーなんですよ。もう素晴らしすぎてコーヒーとは思えないという声が続出している、そのサンタマリア農園の秘密について、また農園主の素顔について、それも全て知っているリッテルさんに今日はお話を伺っていきたいと思っておりますから、ぜひ動画最後までお楽しみいただきたいと思います。さあ、それではバモス。リッテルさんはさまざまな農園の農園主の方たちとお付き合いがあると思うんですが、今回のサンタマリア農園の、まあ、農園自体はまあどういう場所でどういう方なのか、ぜひちょっとそこら辺を知りたいと思うんですけど。サンタマリア農園は今パソアン州というところにありますね。ボケてじゃなくて、もっともっと高いここがかなり大きいポイントですね。はい、パナマ芸者といえばボケてっていうのがもう一般常識としてね、コーヒーマニアの中では当たり前になってきてますが、サンタマリアはボケてじゃないんですよ。パソアンチョ。そう、パソアンチョでセロプンタという町の隣です。パソアンチョっていうのは、じゃあ標高が高い、すなわちボルカンバル、火山の火口の近くと。近く、はい。高さは1500メートルから1900メートルですね。1900メーターね、はい、あの辺りではかなり高い標高になりますよね。はい、サンタマリア農園自体は私ちょっとまだ行ったことがないんですけど、はい、日本人にはまあほとんどまだ知られていない農園なんですよね。うん、サンタマリアさんっていう方も、まあ、日本のコーヒー業界の方も、まあ、直接会ったことあるっていう人あんまりいないみたいで、サンタマリアさん、日本に来たことはありますか？そう、来たことある。5年前ぐらい。5年前、はいはい、SCAJ、はい、そうなんですね。はい、おどんな方ですか、サンタマリアさん。サンタマリアはとても勤勉ですね。勤勉。そうとても真面目です。とても真面目で勤勉なパナマ人。優しい、はあ、働きばし。本当にそれはでも皆さんそうですか。そう、みんなラテンアメリカ人、本当にいい感じです。勤勉で真面目なエドウィン・サンタマリアさん。そうです。お、本当とてもいい人です。いつも何でも頼む、うん、いつも時間間に合うですね。ああ、本当に。はい。あ、じゃあそんなエドウィン・サンタマリアさんからこの収録に間に合うタイミングでですね、ビデオレターを送ってくださっているということで、はい、ね、サンタマリアさんにお願いしてくださって。そう、もちろん、はい、日本の消費者の方にメッセージをということで、はいはい、皆さん非常に貴重な映像ですよ。サンタマリア農園での、まあ、コーヒーの取り組み、彼らの思いっていうところをもう直接、ね、生の声で聞けるチャンスですから、なかなかこういう機会ありませんから、私もちょっと楽しみに、ね、拝見したいと思います。Mi nombre es Edwin Santa María y estoy aquí con mi familia para enseñarles lo que es la finca cafetalera Paso Ancho. En un breve momento estaremos conociéndola y dándole una idea de lo que tenemos aquí en esta tan bella región.
El fundador de Cafetalera Paso Ancho fue el señor Urbano Santa María en los años 50. Vino a esta región y encontró el lugar perfecto para el café. Por su posición con respecto al sol, su clima y la cantidad de lluvia necesaria para que se dieran las circunstancias propicias para un buen café. Por medio del BOP se ha podido conseguir los premios que hemos podido tener con el café Geisha, que es hoy la variedad insignia del café de Panamá en el mundo. Además, podemos decir que la altura que tiene este lugar es quizás una de sus mayores fortalezas, porque estamos entre 1.800 y 2.000 metros de altura. Y creemos que esto es lo que le da al café ese sabor y esas características que hoy en día podemos ofrecerle al mundo. Una de las características del café producido en nuestra finca es que está hecho al sol, está secado al sol, bajo invernadero, y en unión con las temperaturas tan bajas que hay en esta región, logramos los que son los secados lentos que le dan ese gran sabor al café Geisha panameño. Entre las variedades que tenemos aquí en Cafetalera Paso Ancho es Caturra, tenemos típicas y algunas variedades exóticas como es el Pacamara y el Geisha, que es el con el que hemos logrado sobresalir y hemos tenido premios. Con apoyo de mi hijo Edwin Santa María Jr., hemos logrado o estamos tratando de lograr hacer fermentaciones anaeróbicas con las cuales esperamos llevar los mejores sabores que da esta región a nuestros clientes. いやー、ディアスさん、エドウィン・サンタマリアさんの勤勉さ、真面目さが本当に伝わってきますね。そうです、ねえ、はい、ダンディーな方しかもね。いやー、じゃあちょっとサンタマリアのコーヒー飲みましょう。はい、ね、サンタマリアさん、美味しくいただきます。これから、リッテルさんにもう私の渾身の、ね、美味しいコーヒーを届けたいと思いますから、サンタマリアさんを見てくださってるといいんですけどね、この YouTube をね、はい、リッテルさん、これがサンタマリアの芸者です。はい、どうですか。うん、いい香りね。うん、もうすでに普通のコーヒーではない。いや、このフレーバー感の特徴っていうのはやはりその土地によるもの、土壌によるもの、標高によるもの、さまざまなその場所にしかない特徴なんだと思うんですが、先ほどリッテルさんがおっしゃっていた、まあ、パソアンチョっていうのがボケテとはちょっと違う、はい、そうですね、環境にある、はい、まあ、そこが大きく影響しているんだと思います、うん、で、ちょっと今から準備しますね。はい、どうぞ。皆さん、今日はフラワーでいきます。サンタマリアのゲイシャナチュラル、こちら非常に華やかで、まあ、ストロベリーのシロップみたいなこう甘くて綺麗な酸が出てくるんですけど、やっぱりそれを生かすためにはあんまりボディを強くしない方がいいんですよね。フラワードリッパーのスピード感でさーっと抽出したいと思います。さあ、抽出温度もね、あんまり高くしすぎない方が、だいたい85度ぐらいでいきたいと思いますが、どうでしょうか。そうだね、そうだね、絶対それ流せないじゃん。綾菜さんのツッコミがいいわ。いや、もう暴走飛べない。もうもちろん、あの、彼は日本に、彼は日本で、あの、会いましたね、うん、1回ね、あの、SAJ のイベント、その後はパナマにいて、セラシンと、あの、うん、彼と一緒に食事やって。お、セラシンっていうのは、あの、ドンパチ農園の、そう、ドンパチ農園、セラシンジュニア、そうそうそう、うんうん、あの、2人仲がいいね、うんうん、そう、そう、セラシンは、あの、いや、あの、紹介しまして、うん、じゃあ、サンタマリアのコーヒーも本当美味しいコーヒーですから、うんうんうん、手伝ってくださいね、日本に売れてくださいね。はい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 、はい、だから、これ、その時から、あの、サンタマリアの絵も、あの、日本に入りたいね。ああ、そうですよね、はい、これまではサンタマリア農園はどこの国に売ってたんですか。あ、アメリカ、うん、多分アメリカね、うんうん、アメリカでも彼はダイレクト売るやな、
やらないね、あ、そうなんですか。彼他の人は買うね。彼は、うん、例えばドンパシはドンパシからあの日本にあの輸出ね、はい、あ、今流行りの農園からのダイレクトトレードっていうのはね、日本のロースターさんも結構やり始めてますけれども、今回サンタマリアさんのダイレクトトレードは初だったかもしれないですね。そうするとだから私は手伝いましたね、うん、うんうん、なるほど、はい、それで今日ここにこのコーヒーが、はい、いやダイレクトでサンタマリア農園が入るのは、まあ、今回初めてですし、このナチュラルのロットも、まあ、私のところだけなんですけど、まあベストオブパナマというね BOP って呼ばれている、まあ、大きなコンテストがあって、まあ、もしかしたら世界で最もレベルの高いコーヒーのコンテストなんじゃないかなと言われる声もねよく聞きますけれども、ベストオブパナマの、まあ、コンテストで入賞したロットに対しての、まあ、インターネットオークション、国際的に世界中から入札されるんですが、まあ、その中でサンタマリア農園が落札されて入ってきてるっていうケースはありますね。特に芸者といえばサザコーヒーさんがやっぱ強いじゃないですか。そうですね、笹コーヒーはたくさん、パナマコーヒー、うん、買いましたね。スメラルダ、はいはいはい、例えばスメラルダ、本当にスメラルダはとても高いです、ね、そうですね、はい、オークションロットになるともう 100g2 万円3万円っていうのがもうザラになってきている時代ですからね。いや以前ねパナマ大使館のパーティーで、はい、社長の鈴木太郎さんもね、はいはい、ご一緒させていただきましたけど、もう情熱がすごいですもんね。そうですね、あでもこのサンタマリアのコーヒーはもうすでに私のところにご注文くださってお送りした方がもう想像以上にこう反響が大きかったので、かなりの数いらっしゃると思うんですが、もう飲んだよって方もねこの動画多く見てくださっていると思いますが、まあ、やっぱりなんといってもこの華やかさで、この華やかさを出すにはやっぱりスピードなんですよね。透明感を実現しなければならない。リッテルさんに OK もらえるかどうかちょっと心配なところですが、今日はちょっとこういう道具で、ね、はいはいはい、すごいスピードで出してます。さあでは出来上がりました。シャンパンのグラス。それではリッテルさん、私のチャンネルではこうコーヒーを出すときに、はい、メシアガーレってやるんですけど、はい、ご協力いただけます？ OK、 メシアガーレですよ。メシアガーレ、はいはい、さあそれではメシアガーレ。サルッサルッ。おいしい、おいしいコーヒーべ。ほんと、うん、もう言葉出ないよね、ちょっとね。すごいですね、やっぱりこのなんかやっぱりね、果実ラズベリーとかストロベリー、うん、やっぱりそういうフルーツとシロップのニュアンスなんですよね。そう、とてもフルーティーね、うん、なんか果実をそのままかじったって感じではなくて、それを煮て、まあ、シロップとかジャムとかそういったものに加工した時に出てくる甘酸っぱさ、これやっぱサンタマリアのナチュラルは本当に独特ですね。まとまりがいい。多分このサムライはあのコーヒーのこのコーヒー飲んで喧嘩しない。あそうですよね。ノー戦争。乾杯ね。ダイアナさんもどうですか。あ、じゃあいただきます。うん、ぜひ。さっきからね、あの通訳でずっとスタンバってくださっているのに全く役立ってない通訳。いや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 優しい、はい、ソフトってこと。ソフト、うん、うん、そうですよね、はい、まあ、だからもしかするとこの芸者種のコーヒーっていうのはもともとエチオピアで発見された品種、コスタリカを経てパナマに入って、まあ、パナマで生み出されたものがもしかしたら日本で楽しむべくして今ここに届いているのかもしれないなんていう気持ちになんとなくなっちゃいますね。これはあのパナマの方にパナマで飲んでもらって本当に喜ばれるかどうかちょっと疑問なところが実際あります。コーヒーとしてのボディ感はやっぱり非常に弱いので、これを深入りにしてっていう新しい領域もねこれからどん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 開拓されていくかもしれませんけども、この持ち味であるソフトなフレーバー、平和なバランス感っていうんですかね、この刺激の品の良さっていうんですか、ここら辺やっぱり日本の文化に非常に馴染みやすいんだなっていうふうに今改めて感じますね。甲冑を背にしましてですね、非常にそういう思いを今改めて強く感じております。いやこれから先本当に楽しみですね、うん、今日はあのエドウィン・サンタマリアさん、サンタマリア農園についてフォーカスしてお話伺ってきましたけれども、この後ですね
ついにやってまいりましたドンパチ農園ということで、ドンパチ農園はカフェバッハの田口守さんが長く取引されておりますから、もうご存知の方コーヒーマニアの中では多いと思いますけれども、次の動画でドンパチ農園についていろいろインタビューするということでね、お送りしたいと思いますから、ぜひともまだお住みでない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。リッテルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。次はドンパチ農園、ドンパチね、はい、楽しみですね、はい。これまでの動画、これから先出てくる動画もどん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 パナマの新しい情報出てきますから、皆様ぜひお楽しみになさってください。それでは皆さんまたお会いしましょう、はい、ハッピーなハッピーなコーヒーライフを。コーヒーライフ。